こんにちは、あさかずです。今回はですね、すっかり忘れてたんですけど、ジェット大輔さんがやってた、20年以上前の写真を発掘するというのを、思い出しまして、やってみました。もう昔のね、写真とか全部スキャナーに取り込んでデジタル化はしてあったんで、結構簡単にできました。ご覧ください。これは赤ちゃんの時ですね。何歳ぐらいかな、まだ1歳とか0歳ぐらいかもしれないですね。これは幼稚園の時ですね。一番右ですけれど、なんだろう、闘牛士かなんかの、出し物みたいなのをやってるみたいですね。結構ノリノリでやってるみたいな感じですが、これも幼稚園ぐらいの頃かな。後ろに家の車がありますが、懐かしいですね、これ。古い車だな。あと、このズボンの、この、なんて言うんだろう、この膝のとこにペタッと貼っついてありますけど、これ、頑張れ、田淵くんじゃねえかな。西武の格好してるよね。うわ、懐かしいな。これね、これはおばあちゃん家だと思うんですが、ペヤングが好きでね、この頃からね、よく食ってたな。そうそう、幼稚園の頃ピンポンパンに出たんですよ、学校単位で。で、ちゃんとね、テレビオンエアされたんだよな。懐かしいね、これも。ああ、これさっきの闘牛士の格好のやつですね。真ん中映ってますが、これね、両手をお友達の後ろに手を回してますけど、そんなにね、仲がいい友達じゃなかったんでね調子こいてるよね、カメラ向けられてお、そしてこれが、我が家の実家で飼っていたチビちゃんですね。これチビっつってるけどね、でかかったんだよね。でね、多分ね、チビが写ってる写真はこの1枚しかないんだよね。あんまりね、懐かなかったよねいや、めちゃくちゃ可愛かったんだけど、これはお母さんの友達ん家の猫をもらってきたんだね。これね、すごいこう渋い顔してますけど、なんで渋いかっていうと、この運動会をやってるわけですが、これ僕の通ってる幼稚園じゃないんですよねで、なんか右手に白い粉持ってるのもよくわかんないんですけどこれね、兄貴が通ってた、幼稚園の運動会なんですね。そこに行って、なぜか俺がこう写真を撮るって。俺と兄貴でね、別々の幼稚園行ってたんだね。それですごい嫌な顔してんだね、これ。俺関係ねえじゃんみたいな。そしてようやく小学校に上がったわけですね。これは小学校3、4年ぐらいの修学旅行かな。どっかね、熱海かどっかだと思うんだよね。後ろが海だった記憶がありますよ。これ楽しかったな。これ近所の友達ですね。こうチャリンコ乗って、よくこう近所徘徊してましたね、みんなで。暴走族みたいなもんですよ。これ小学校低学年だね。なんかこう新聞で鎧みたいなのを作るみたいながテーマだったと思うんですけど、半ズボンを履いてたんだな、この頃な。お、これは中学校ですね。テニス部だね。テニス部のメンバーで撮った時の写真だ。懐かしいな。続いて、一気にもう高校生に飛びましたけど、これカラオケボックスで多分ブルーハーツかなんかを歌ってる頃だと思います。なんなんだこの髪型はモリッシー見たくなってんけどまた変な T シャツ着てんな。メンズ7フロー、わかんない。なんかね、この頃こういうでかい T シャツが、ブカブカの T シャツが流行ってたんだね。俺は川べり君の家で曲を作ってる時のやつですね。もうでも18年ぐらい前だろうな。コルグの DW8000 っていうね、結構でっかいシンセで、カーベル君が打ち込んでましたね。これはね、なんか友達とバーベキュー行った時だな。
富士山の近くの湖でやった時かな。これだいぶ酔っ払ってるね。もう目が座ってるもんな。おお、懐かしいね。これ本田瑞穂だね、タレントの。バンドやってたんだよね。でそれを見に行った時に撮らせてもらったんですけど、まだやってんのかな、本田瑞穂のあのパンクバンドね。これはネストでイベント、これ DJ やってた時だね、ネストで。うわ、 FU ミリシステムが映ってますね。あと川辺君と、あとね、自己批判賞っていう劇団の小菅君が映ってますね。よくねこの頃3人でなんかいろいろやってましたね。なんかこれもよくわかんない感じになってますな。ケーキを食いながらなんかガジェットみたいなのをいじりつつ、なんかギターがエフェクターにつながってるみたいな。これインスタントカメラで撮ったやつだと思うんですが、この頃ね結構ヒゲとか髪の毛伸ばしてたんだよね。うわ、めちゃくちゃ懐かしいな。99年って書いてあるな。13年ぐらい前ってことか。髪の毛伸ばしてたんだね。で多分フィルムの写真で残ってんのはこれが最後ぐらいかな、2000年ぐらい。はい、ということで、20年以上前の写真とかも入ってたと思いますけど、まあそんな感じで昔の浅川家の写真でございました。